こんにちは、漫画原作者の川本村です。勉強作家の野野ひかるです。今日なんか話したいんですよね、はい。新人賞の取り方参戦これで、川本さん新人賞取ったことあるんですか？あるんですよ、実は。しかも何回か何回かあるんですよ、これが何回か取ることってあるんですか？あるんですよ。まああるんですだから漫画家志望者の方はね、ぜひ聞いていただけるといいかなっていう、まあ最初にでも注意点からもういきなり行きたいんだけど、別に僕はすごい漫画の大先生じゃないので、あの真理は示せないので僕が思う漫画の新人賞の取り方参戦ってことで、しかも僕選ぶ側じゃないしね、そもそも。確かに、こうだろうなって川本さんが考える新人賞の取り方、そうね、まあ僕ならこうするっていう、あくまでそういうことで、はい、3つに厳選しました、はい。じゃあお願いします。1つ目、はい、意外性のあるキャラ。漫画といえばキャラクター、漫画といえばキャラクターっていうのがまずありますよね。はい、まあ、これって新人賞であることも意識してほしいんですよ。編集者さんの立場になって、選ぶ人の立場になって考えてみてほしいんだけど、新人賞送られてきて、この人に連載してもらって単行本出して、それが売れるから利益になる、それを目的としてやってるわけじゃん、新人賞って、ね、っていう時にじゃあ新人賞で何を見てるのかっていうと、その後売れる漫画が描けそうな人を選ぶわけじゃん、っていう時にすごい面白いストーリーが送られてきたとして、これそのまま連載できるわけじゃないじゃん。まあ大抵の場合はそうですよね。ほぼね、てかめっちゃ面白い1話が送られてきたとしても、2話以降が面白いかどうかは分かんないじゃん、ね。でその点、キャラクターが面白いっていうのは、汎用性があるのね、普遍的なのね、キャラクターが面白ければ、極端に言えばそいつがもう動いてるのを見るだけで面白いんだよね、漫画って、とまあ少なくとも僕は考えてる、ので面白いキャラクターを描ける人は、新人賞取れます。で面白いキャラクターって何かっていうと、これは以前の動画で話した面白さの定義っていう動画があるんですけど、そこに遡ってほしいんだけど、意外性と納得っていうのもあるんだけど、まあ納得はとりあえず置いといて、意外性のあるキャラクターを描けるんですよってことを示すのが、新人賞への近道と僕は思っております。意外性って何なんですか？意外性はもちろんいろいろあるんだけども、いい質問だね全く言ってなかったからね、意外性っていうのはいろいろあるけど、分かりやすいところで言うと、ある状況に対して意外な回答をする人、だと僕は思っております。もう今日ので動画全部これ僕が思っておりますって付け加えるんだけど、ご注文いかがなさいますか、ってファミレスで言われた時に、その大喜利みたいなのやらせんの僕に時に、なんだろうね、突然切れてブッゾンっていう人、まあそういうこと。いやちょっとなんていうの、 YouTube 的にブッとかダメだった、ぶん殴るぞぶん殴るぞって、で急に言ってくる人、急に言う人、まあ意外なんだけど、ちょっと面白さの他の要素の話に関わってくるから話が長くなるんですそうだね、なんですかね、まあ分かった、じゃあご注文は何ですかって聞かれたら、急に泣いちゃう、過度に例えばちょっとでもプレッシャーを感じると、もう極度にプレッシャーに弱くて、注文どうしますかって言われるだけでもうギャン泣きしちゃう人とか、いいね、でそいつが、全国大会予選決勝でフリースローすることになるみたいなね、プレッシャーに弱い、極端に弱いやつが、とかね、ちょっと面白そうじゃないですか、まあそういうこと。この状況の後何が起きるかなっていう予想は
無意識的にするわけじゃないですか、うん、だからそれを、まあ、裏切るというか、うん、その予想通りにさせないってことが、うん、まあ意外性の一つではありますよね。まあ前提だよね、やっぱそれ裏切らないとね、うん、全部予想通りにいっちゃったら読む必要ないからね、うん、めちゃくちゃつまんないよ、ね、うん、それはもう間違いなくそう、まあ、それをキャラクターっていうものに焦点を当てて、うん、ちゃんと読者の予想を裏切ってというか予想通りにならない意外性のあるキャラクターを考えてみよう。はい、その通りです、うん、でそれは主人公に限らないですよね。まあそれも難しい話だよ、まあ、読み切りだと主人公だけでいいのか。うん、主人公だけの方が立つっていうのもあるから、まあ、ちょっと他の要素も絡んできてちょっと高度な話になってしまうので、ここはカットで、あのめんどくさいことは今回やらないので、うん、はい、シンプルな話、シンプルに、はい、ってことです。なるほど、はい、サクサクいきましょう。じゃあ2つ目参ります。2つ目はキャラをストーリーの都合でぶらさない。これ大事、これはよくありますよね、うん、あのね、むしろこのさっき言った意外性のあるキャラクターを考えてるからこそ起きがちだとも思うんだけど、うん、この起きがちな間違いで、うん、まあ、間違えても言っちゃうんだけど、うん、ストーリーの都合でキャラクターブレるっていうのもね、うん、非常によくある。いわゆるキャラブレというやつですね。キャラブレ、これはとってもバッド。漫画だったりアニメだったり、うん、ドラマだったりで、僕特に洋ドラに多い気がするんだけど、洋ドラの後半シーズンが結構進んだ頃ぐらいに、うん、これ主人キャラの成長とか、うん、なんかそういうのじゃなくて、うん、なんかお話の都合で動いてるだろみたいな。あ、洋ドラ批判ですか。そう、洋ドラ批判あの今までのこいつからやったら絶対こんなことしねえじゃんみたいなことしだす、うん、おじゃん、あるんですか。ありますよ。いや僕は知らないですけど、いっぱいあります。あ、そうなんですか。ああ、もうあれとかこれとか、あれとか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 、あ、激なえする、あれ見ると。でそれはさ、でもさ、シーズン7とか、うん、7とか重ねるからなっちゃってるわけで、今回は1話だから頑張れよっていう話ね。まあそうね、うん、そう、今言ってるのはこう見ていただいてる方、まあいないんだけど、視聴者なんだけど、これからね出てきた時のために、うん、あ、そういうこと確かに思ったことあるって思ってほしくて言ったんですよ。アニメとかでも結構ない、キャラブレ、あれみたいな、こいつこんなことするっけみたいな、こんなこと言うみたいな。アニメ映画ドラマ洋ドラ特に限定せずに言うと、うん、あるね、うん、よくあるね。あるでしょう。あります。でもそれはベリーバッドなんでやめましょう。だそれはなんか普通に読者視聴者みたいなことで考えた時に、うん、乗れなくなるというか、うん、感情移入が一気にそがれるんだよ、うん、えこいつこんなんだっけみたいな。なんかね、こう主人公が成長し、キャラが成長してとか、なんかきっかけがあって、うん、そういう今までやってなかったことをやるっていうのは、うん、もちろん全然いいと思うんですけどね。特に理由なくそうなっちゃうと。そうだね。あとさ、成長してもさ、成長戻るやつね、退化するやつ、退化して元に戻るやつもよくあるし、うん、成長したんなら成長したでこの後も通せよっていうね、うん、いやまあまあそれはもうちょっと発展的なことがいいんだけど、ね、とにかくあなたが書かれる新人賞へ応募する読み切りの中ではキャラクターはブレないようにしましょう。だからシンプルでいいですよね、うん、多分読み切りだからそんなこう複雑なパターンとか考えず、うん、この人はこうみたいな、さっきの話で言うと、うん、プレッシャーかかるともう泣いちゃう、もうしどろもどろになっちゃう、うん、もうそれだけ考えてそれ以外のことはさせないっていう、うん、ようにするといいかもしれないですよね、うん、そうだね。まあアドバイスとしては、そキャラブレを起こさないためのアドバイスとしては、うん、大変僭越ながらね、大変僭越ながらアドバイスさせていただくと、うん、これ演技なんですよ。演技なんですよ。演技をするんですよいや僕情熱大陸に出た時に備えてさ、なんかいいこと言おうとしてるから、うん、そういう発言集めとこうかなと思って、うん、これ演技なんですよ、演技なんですよ漫画っていうのは早くしろよ、早くしろよ。あのね、
書いてる時にそのキャラクターのになりきるの、うん、なりきって私このキャラクターである私はこう聞かれたらこういう返答するなって演技してたら自然に出てくる、うん、で演技してたら変な回答を出さないの。ストーリー上どんなに都合が悪くとも、うん、そいつが言わないんだろうなってことは絶対言わさないでください、うんうん、言うとしたら何か理由が必要、うん、そいつが言わないはずのことを言う理由が必要。これ意識してくださいっていうのもね、やってる作品がいっぱいあるから、うん、これやらないだけでちょっと浮くんで本当に。じゃあ新人賞とかに投稿されてる漫画でってこと？そうです。世の中のプロが書いてる作品に対して批判をしてるわけじゃなくて、僕はそんなそんな立場じゃないのでもちろん新人賞でです、うん、新人賞に応募される作品で、うん、はい。3つ目はなんだっけ。あ、これさ超身も蓋もない話な上に、うん、お前が言うんかいっていう話なんだけど、うん、どの口で言うんじゃっていう話なんだけど、うん、3つ目はね、うん、絵です。絵と絵が上手い方がいい。つまり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 って何ですか。だから絵を練習しろっていうことを言いたいんじゃない。いやそうです、絵を練習した方が、絵を練習して上手くなれよっていうことを言ってるんですよね。そうなんです。君がその口で、ね、どの立場で言ってるのかわからないですけども、絵描いてない人が、絵描いてない人がいるんですけど、絵描いた方がいいです。絵上手い方がいいです。これ本当身も蓋もないんですけど、うん、ですね、これ新人賞、まあ僕も僭越ながらね、うん、いくつか審査会とかね、うん、参加させてもらったことあります、うん、これ申し訳ないんだけども、うん、比べると、うん、プロの原稿、新人賞の方のに応募されている方の原稿を比べると、うん、もう一見して明らかに違うのが絵、うんうん、まあ一番わかりやすくね表現されてるからね。違いますね。あのこれよく言う話なんだけど、うん、まあ、ある雑誌があるとするじゃん、漫画雑誌が、うん、その中で、まあ、これも失礼な話なんだけど、うん、連載作の中で一番絵が下手な作家さんの、うん、一番下手な人よの絵、めっちゃうまいからこれ、うん、これめっちゃうまいんですよ、うん、で新人賞に応募されてる原稿の大半は、うん、その雑誌の一番下手な人の絵より下手、うん、これは残酷な真実です。はい、うまい漫画絵を描ける人って言うて少ないんですよ、うん、らしいですよ、うんうん、僕が聞いた話によると、うん、やっぱり絵うまい人ってもうデビューしてるし大体、うんうん、やっぱ少ないんだよね。でももっと欲しいと、うん、出版社からすると。だからそこですごい上手い絵を描ける人が出てくると受賞しやすいよね。極めて、うん、極めて受賞しやすいと思います、うん、っていう身も蓋もない上にどの口が言ってるんだっていう、あの一応言っとくんですけど、僕めちゃくちゃ絵下手ですからね。うん、逆にんだけど、うん、原作で、うん、漫画原作者になろうと思って、うん、まあ応募してる人とかも多分いると思うんですけど、うん、漫画原作の場合は上手くなくても別にいいですよね、うん、そうですね、うん、実際僕上手くないしね、うん、確かに、うん、上手くないって言えば下手だしね。生き証人がいたわ。はい、原作はそれこそキャラとかお話、まあ、うん、まあ、小回りとか、まあいろんなことあると思うけど、まあ、そういうのがまあ当然だけど重視される、うん、し自分で絵も描いて漫画を作ってる人は、うん、やっぱり一番即効性があるのは絵。そうですね、絵のうまさ、はい、つまり努力を怠るなっていう偉そうに、いや言ってね言ってないんですよ。そうに言うとそういうことになるってことですか。そうです。絵が上手くなるように頑張ろうっていう。はい、そうです。まあ、カムさん絵描けないから漫画家の道断念してますもんね。そうなんですよ、中学生の時にね、うん、諦めたんだ。まあそのエピソードもまた今度、まあどうかね、うん、まあ言ってきましたけど、1,2,3言ってきましたけど、うん、まあ僕がこれから新人賞にもし応募するんだったらこういうことを意識するかなっていう話でした、うん、今日さ
僕なんかちょっとテンションおかしかったと思う。なんかちょっと変だな。ちょっと変でしょ、うん、これね、メガネ外してるからなんですよ、うん、僕すごい目悪いんですよ、うん、で今メガネ外してるじゃん、うん、だから何も見えてないのね、うん、何も見えてないと結構人間の心理状態に影響あるんだなって今自分で分かった。かけろよ、もうかけろよ。こんな格好つけとらんと。でもさ、緊張しないなっていうのある、見えてないと。見えてないから何も見えてないから、うん、何でも喋るっていうのがこの動画の感想です。じゃあどうでもいい。あ、どうでもよかった、すいません。まあ、とかやったら僕コンタクトしてるんだけどね。本当だよ。まあということで、実はこれ続くんですよね。はい、実は今のが漫画の内容編、新人賞の取り方、はい、内容編、内容編。次は、次は行動指針編をいこうかな。行動指針編。あ、リアクションありがとうございます。あなたが一人目の視聴者かもしれませんよ。しかもそれ別に貴重でも何でもないし。それ踏んだから何。はい、そこで、はい、今回こんな感じで、はい、なんだっけ、いいね。そろそろさ、チャンネル登録、そろそろちゃんとやってくんねえよ。よろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。今回の昨日見た夢の話は以上です。話してほしいテーマ、企画、質問など随時受付中です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。